まず今日本日行われました、ASEAN プラス3の、会合において、私の方から、日本の、立場、すなわちアルプス処理水について、国際基準 にのっとった対応をしているということ、それにはモニタリングにおいても透明性を確保して公表しているということ、さらには IAEA の関与を得て信頼性を確保していることなど、基本的なその立場を丁寧に説明をいたしました。そしてその中で日本の対応については、国際社会の多くの国から理解をされている、広く理解をされている、こうした中で中国の日本の水産物に対する全面的な一時停止ということは突出した対応であるとした上で、この科学的な見地から見地に基づいて行動すること、また正確な情報提供を行うことの重要性についてこの改めて指摘をいたしました。そしてこの会議の前に中国李強首相と立ち話を行いました。その立ち話の中においても同様にアルプス処理水の我が国の基本的な立場について説明をしたということであります。そしてその中でのやり取りについて質問がありましたが、これは当然外交のやり取りでありますので、私が申し上げたことについてはこれは今申し上げたとおりでありますが、具体的に先方の反応等について私から申し上げることは控えなければならないと思っています。いずれにせよこれからもマルチの国際会議ですとか、あるいは二国間の首脳会合等の機会を捉えて日本としての透明性を持って、そして IAEA の関与を得ながら対応しているというこの立場や方針について丁寧に説明をし続けていきたい、このように思っています。私が以上です。今おっしゃいましたけど、例えば G20 の場でまた会談されるとかそういった予定はあるんでしょうか。今はまだ何も決まっておりません。とりあえず今申し上げたように、会議、そしてその前の立ち話を通じて、日本の立場について改めて理解を求めた、こういったことです。おはよろしいですか。はい、いいですか。はい、朝日新聞の木原ですけれども、はい、今のご発言について教えてください。ASEAN プラス3の中で中国側に対して、科学的な根拠に云々ということと正確な情報提供という、この2点を指摘されたというお話で、日本の、今までの立場を丁寧に、今言ったのはポイントだけ申し上げたわけであります。丁寧に今まで再三公の場で日本の方針について説明をしてきました。これについて丁寧に説明いたしました。分かりました。何が伺いたいかというとですね、水産業者さんが気になっていることというのは、やっぱりその禁輸の即時撤回を求められたのかどうかというところだと思うので、その点についてはどういう言及をされたんでしょうか。日本の立場を申し上げました。それはおっしゃれないのはどういう理由ですか。日本の立場を申し上げた、これは詳細については今申し上げた通りであります。それについて中国の反応等について申し上げることは控えると申し上げています。今総理のご発言の中からは禁輸の撤回を求めたというお言葉がなかったものですから伺っているんですけれども、それも包括されているということですか。日本の立場を説明いたしました。日本の立場は再三申し上げている通りであります。毎日新聞の村尾と申します。重ねてかもしれませんけれども、両国との間で専門家同士の協議っていうのも掲げてらっしゃったと思うんですけど、それについてもこう求めたという理解でよろしいでしょうか。日本の立場を説明いたしました。
はい、じゃあ終わります。すみません、テレ朝の千々岩です。はい、立ち話なんですけど、これは総理の方から李強首相の方に声をかけられたという経緯でしょうか。会議前の、この待合の場で、出会いました。挨拶をする中で会話が始まりました。総理の側からという認識でよろしいですか。目の前にいるわけですから、どっちがと言いませんが、まあ、私から声をかけたと申し上げても別に、間違いではないと思います。関連ですが、そのすぐ後にその ASEAN プラス3の中で対面することは分かっていたのに、あえて声をかけられたというのは何か、どういうですね、待合ですから他の ASEAN の首脳も初めて、みんなその場にいます。みんな挨拶をします。その中で中国の李強首相とも、挨拶をし、そして会話を行った、立ち話を行った、こういったことです。最後1個だけ、初めて李強首相とお会いになったと思いますが、どういう印象だったんですか。印象、短時間ですから何か、私から書くと、はっきりしたことを申し上げるのは難しいですが、これは一国の首相でいらっしゃいます。見識のある方であると思っております。